はい、こちらは鎌倉ワードラジオの放送スタジオからお届けしているミニコーナー池ちゃんズ愛第5回目の放送です。はい、 This is the fifth time ミニコーナー池ちゃんズ愛 delivered from the broadcasting studio of 鎌倉ワードラジオ。私はコメンテーター池ちゃんこと龍太郎池淵と申します。 My name is 龍太郎池淵 also known as コメンテーター池ちゃん。第5回目はドイツ在住のシンガーソングライターニロさんをフィーチャーしていきたいと思います。ニロさんは今年の3月に来日してちょうど、3月3日から3月8日まで、キングスピリット組という EDM、エレクトリックダンスミュージックグループのフィーチャリングボーカリストとしてライブを開催したばかりの今乗りに乗っているマルチジャンルシンガーソングライターです。それではニロさんのプロフィールをご紹介しましょう。ニロ、もともとは小泉ニロという名前でも、最初にデビューしています。2007年ボッサニロでメジャーデビュー、関西を拠点に音楽活動をしながら大阪、名古屋、札幌でラジオ DJ としても活躍、音楽や自転車、トライアスロン、アウトドア誌などで執筆活動も行っております。2011年より拠点をドイツに移し、現在は両国を日本との、両国を行き来して活動しています。ボサノバをルーツに持ちつつ楽曲制作を行い、日本語、英語、ポルトガル語、ドイツ語で歌唱、これまでに8枚のアルバムを制作しています。ドイツでレコーディングを行った作品再生はバイエルン州の放送局 BR のラジオで特集され紹介されています。またドイツ在住のピアニスト坂井雅子とのユニット、軽いノリのイルカを結成、ソロ活動のほか都内を中心に活動するバンド、キングスピリット組にも加入して、ボサノバのほか、ジャズ、ポップスの分野でも活動しています。私のこの色のまず、最新アルバム風の歌から、トメイトをお聴きください。この曲は昨年2022年の8月にリリースしたミニアルバム CD、風の歌に収録されていて、1月のイケチャンズ愛でご紹介したパンデーロ奏者の、リンダ・エストレラさんが作曲し、ニノさんが作詞した曲です。トマトのことを歌ったちょっとユーモラスな曲で、お子さんがいらっしゃる方はぜひとも一緒に歌ってほしいと思って作った曲とのことです。はい、では2曲目はアルバム風の歌収録曲のマーマレーション、群舞です。こちらもリンダ・エストレラさんが作曲し、ニノさんが作詞した曲ですが、今度はデジタルを取り入れたダンサブルなナンバーで力強いリズムと、グルーヴ感に満ち溢れていますね。
こちらは非常にダンサブルで、ちょっとアフロあるいはブラジルの方のこうちょっとネイティブなこう、ドラムの感じが入った上にそこにボーカルが重なっていくというなかなかあのユニークな楽曲だと思います。それでは最後の曲はノーフェアという曲をご紹介します。作詞作曲ニノさんでデジタルリリースのみしており Spotify 等で聴くことができます。はい、こちらのグループの名義は軽いノリのイルカで、同じくドイツ在住の坂井雅子さんというピアニストとの方とやっているユニットです。アルバムの冬の春というのがありまして、こちらはピアニスト坂井雅子さんとベーシストの甲斐正樹さんの2人の音楽家のドイツでの出会いをきっかけに制作されました。本曲を決めた甲斐さんと一期一会の出会いを今ここで音楽にして残しておきたいとの思いから、ボーカルのニーロさんに声がかかり制作に至ったということです。フィルノドイツフュッセンのレコーディングスタジオでレコーディングされた本作は、ドイツ在住の日本人アーティストニーロボーカル、坂井雅子ピアノ、それから甲斐正樹ベーストと、それからジェロ・ヘンセル、トランペットが演奏しています。フリージャズの要素を盛り込みながら、生演奏の楽器音の繊細な響きを散りばめ、まだ雪降る寒い冬の一時、いつか訪れる春の暖かさがそっと差し込む、そんな楽曲となりました。いかがでしたでしょうか。ニノさんの情報はホームページやフェイスブック、さらにはメールマガジンも毎月配信されていて、月300円、年間購読3000円で会員限定のグッズプレゼント、オンラインライブ、オンライン企画などの特典があります。ホームページでもご紹介されていますので、ぜひともチェックしてみてくださいね。さて、ニノさんの お友達が鎌倉にたくさんいらっしゃるということなので、次回の来日時にはぜひとも鎌倉ワールドラジオに、のスタジオに遊びに行きたいとのことですので、楽しみにしてくださいね。それでは今後の彼女の活躍を ご期待ください。You're sweet since I was